大臣から。はい、私の方から特にありません。長官室から質問します。はい、群馬県桐生市で小6女児が自殺した問題で、昨日になって学校側が会見をしてですね、まあ、これまで認めていなかったあのいじめの事実について一転して、まあ、いじめはやはりあったということを認めて謝罪するということがありました。まずあの、まあ、亡くなってから3週間経ってようやく、まあ、いじめがあったということを認めたということをどのように受け止めていらっしゃるかということと、まあ、あのこういった亡くなるに至る前にですね、まあ、情報を発信していたにもかかわらず学校側がなかなか把握 していなかったという、もう少しこう文科省として何か取り組みがあのするおつもりがあるのかという点をお願いします。あの、まあ、教職員から聞き取り調査をねきちっとした上で、また確認もした上で、適切な説明をすべきだったとこのように思っております。したがって、いじめについては当然ながら早期にそのような兆候があればそれを把握をしていくということがまず何よりです。それから同時に、学校全体で、取り組んでいくということ、それからやはり子ども一人一人にいじめは絶対許さないということを改めて指導していく、そういうことが何よりだろうと思っております。従いまして、私どもとしては学校や教育委員会に対してさらにこのことについて徹底をしていくということです。各社どうぞ。調査をですね、すべきだったと話がありましたけれども、大臣はですね、今回のケースに関してはどの時点で調査をすべきであったというふうにお考えでしょうか。まあ、昨日の報告の内容を詳しく私も承知しておりませんが、本人が例えば お昼の食事を一人でやっとったとか、まあ、そういうことが学校の中で、報告されましたので、そういうことというのはやはり、現場の学校側がきちっと教師と連携を取っておれば分かることではないかなと思っております。したがって、このようなことはまさに早期発見に対して十分な日頃の注意が必要だ、学校側に必要だろうと思っております。それがもし機能していれば今回のようなケースは未然に防げたのではないかというふうにお考えでしょうか。そうですね、何よりもやはり早期にそのようなことを発見をするということから問題解決は始まると思います。その関連で昨日の市教委の方では、まあ、いじめがあったと認定する一方で自殺との因果関係に関しては認めることはできないというふうに発表しています。それに関してはどのように認めますか。まあ、私もその因果関係まではですね、コメントする立場にはないと思っております。先生、国会があるんですから、はい、では今回は学校側の、調査だったんですけども、今後第三者による調査等というのをやった方がいいとお考えでしょうか。まあ、これはこれまでのいじめ防止についてあらゆる対策があっておりますが、これが本当に機能していいかどうかもう一回その辺の検証からしなきゃならんと。もちろんこれは早急な検討が必要だと思います。よろしいですか。